はい、こんばんは。はい、こんばんは。ヘシキックさん。はいはい。夜ズバ。お。前回やりましたけど。やりましたね。なかなか好評で。最高だったよあれ。ありがとうございます。うん、お母さんが夜ズバ聞いてるって言ってた。俺もあのお母さんのやつだ。みんな大体お母さんが言うんだよあれ。多分お母さん最初に聞くのね、お母さんの。お母さん、うん。なので、はい、今回、はい、2、うん、やることになりました。2、シェイ、やった。お母さん聞いてる。お母さんありがとう。ね、前回ちょっと名前も出ちゃった。うん。2人、はいはい、今回ゲストで。多いですね。僕たちの同級生、はい、たくみと大きな来てます。おめでとうございます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ははい、たくみさんの、そう、たくみさんのお店、お店で、ありがとうございます。フリームン、ラーシー、あさとで、ボソボソと頑張ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここはもう最高ね。ここでいろいろ生まれましたからね。はい。ここでマリブオレンジが、そう、マリブオレンジ。生まれて、まあ素晴らしいところですよ、ね。よかったよね、あれは。終わり。本当にいいところ。もっと褒めて。何も出てこないやつ。この場を提供してくれてありがとうございます。高橋さん、お母さんが聞いてるって言ったから。マジで。君ね。マジで来て。真面目になっちゃった。ここ本当にいいところだ。チェリーコークハイボールもここで取りましたよね。うん、いいことあれ。ね、フォーキーも出てた。出た。フォーキーで。フォーキーって何なの。フォーキー役出てたね。フォーキー役出てたね。あれ役ついてたの。ついてました。そうそう、フォーキー役。そんな感じで、はいはい、夜ズバ2、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、あ、もう行きます。あと、なんかあれば。そうです。呼ばれたんですけど、タフミさん、何をすればいいの。何を喋ればいいのかなっていうのが、質問がたくさん来てるので、どれぐらい、はい、どれぐらい来てるの、リスナーからの質問が、はい、100件、200件来てるので、素晴らしい、はい、それからちょっと選んでもらって、うんうん、それにみんなで答えていく、うん、そんな感じです。大丈夫ですか、大きいさん。全然大丈夫です。違う違う、フォーキーさん、フォーキーさん。どっちかにしない。どっちでもいいよ、もう。一瞬なんかやるぞしてたか、触ってねえわ。びっくりし、やるぞ、グニグニしてたか、びっくりして目離した隙にこれ、お顔が効いてるんじゃないわ。やったお顔はのこと何と思うかね。やるぞ40過ぎてやるぞ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 、どんな話よ、怒られるよ。まあ、僕でもないな。中学生なんでこれ、ノリが。本当によ、大丈夫だろこれ。大丈夫です。お質問いきますよ、質問。質問、質問、質問、いつもの通りに、はい、いきますか。ヘシキックさんからお願いします。いいですか、はい、ペンネーム。ペンネーム、やるぞしゃぶり。最低だな。あいつを誰か来てんだよ。ティンティンが好きなの。ガブシャブリーさんが来てんだよ。どんなボール投げてるかね。一球目から。ちょっと緩い球なの。球は？ボールが。ボールがブシャブリー。ティンティンと球は OK。怖い怖い。すごい落語家みたいなことするんだ。うまいね。怖っ。来てますんで、フレーズの。お兄様、はじ、めまして、やるぞしゃぶりですけども、はい、質問があります。はいはい、知らない、知ってる人なのに名前が思い出せないとき、はい、どうしたらいいでしょうか、お願いします。はい、困ってます。あ、街でね、はい、会った時とか、だいたい向こうから来るもんね、知らない人から、ね、おい、久しぶりっつって名前が出ない時にする対処法、うんうんうん、はい、これはたくみさんが難しいかな。難しい、たくみは経験豊富じゃないですか、この辺。あ、お店のね、仕事してるから、ね、よくある、確かに、うん、よくあるから、うん、なんかもう、しかもたくみに至ったら
あなたが覚えてないとまずいよね。そう、あなたこの軸でお店の、ね、回るから、うん、俺昔から顔はね、顔は知ってるけど名前が出ないとかが一番多いさ。そればっか、そればっか。でも逆に、うん、なんか来た時に俺自分からまず言おうけど、おい、たくみだけど覚えてるのみたいな。あ、これじゃん。そしたら、あ、覚えてるよ、おー、そうってなって、そしたら向こうも言ってくれる、うん、なんとかだけどってなって、あ、覚えてるんだみたいなので、これは相手の名前聞こえるもん、自分の自己紹介する。あ、先にね、そう、久しぶりって言われた瞬間に、そうそうそう、おい、たくみだけど覚えてるの、なんでとか、いつぶりねとかっていうのを。すごいね。あ、それをもうやっぱあれだ、お客さんとかでもそうで、逆に本当に相手が覚えてない時に俺自分から自分の名前言えば向こうは名前覚えてくれるから、はい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 、向こうも傷つけないというか、はいはいはい、優しさ、この、まあね、礼儀正しいもんね、結局ね、うん、やってることは。だからコンパとかでも昔やってたのは、女の子にコンパ行ってたの。いいな、俺コンパ行ってた。一回も行ったことない、コンパ。嘘つけ。入ってた、ない、ない、ない。来週はあるけど。おえじゃないよ、何。これいいね、40代のコンパいいじゃない。早いな。いや、そのコンパの時にコンパも取ろう、コンパの音取ろう。あー、それはすごいね。盗撮何も始まらないコンパだろうけど、すごいね。急に質問とかやろう。急にいきなりラジオネームいいだし、何々さんから質問ですって他全員キョトンなはずで、何が始まったんで、じゃあどうぞって答えさせるんでしょ。だからそのコンパの時に俺なんか男性陣はガムテープに名前と、あ、やるやる、血液型を先に書いておく、血液型で、まあ、話題になるテーマーしたらね、女の子は相手も貼る、そうそうそう、感じになっちゃうからね、自分たちの名前は覚えてくれるから、途中で絶対女の子とか名前覚えてるとか言ってくるんですよ、はい、めんどくさいから最初俺たちの名前書いておいて、でこっちがもう書いてる、でそれで3サイズも書いてねとか言って、あら、これも全部手だれてんな。相当やってるな。相当やってるな。すごいわ。いや、すごい。めっちゃこれで距離はやっぱ縮まる。縮まると思う。うん、名前もわかるし、うん、だから血液型、何型はなんとかなんとかみたいな。うんうんうん、無駄な会話ができる、はいはいはい。もう答えできないけどいいかな、もう。答えじゃない。いっぱいいるよ。いや、答え出さないと。これだけで朝まで喋れる。質問して。質問してきた、なんだっけ、ペンネームなんだった、その子に答えてあげないと。ペンネームなんだった、やるぞ。いやいやいや、もうよく覚えてる。ちょっと変わってないから、さっきと忘れてました。もう忘れてればいいのにと思ってた。そう、覚えてたな。ちゃんと覚えてる。びっくりした。これ、たくみ正解かもしれない、ね、うん、何のグーの音も、うん、じゃあそれで、いきます。やるぞ、ガブリ大さん。ガブリつけていただく。ガブリつきさん。失礼で間違えた。そうだね。ちょっと読み直すわ。やるぞ。ガブリエルだったわ。ガブリエル。間違ってたわ。いろんなとこからクレーム来るぜ。ガブリエルはダメだって。先に、分かんないときは先に自分が自己紹介した方がいいんじゃないかと。そうですよね。食い気味で、食い気味で、これが一番正解だと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。